ウィンスローはアメリカ海軍の駆逐艦。オブライエン級駆逐艦の一隻。艦名はジョン・アン・クルム・ウィンスロー少将にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ウィンスローは1913年10月1日にペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・アンド・サンズ社で寄港した。九百十五年二月十一日にナタリー・イー・ウィンスローによって命名、浸水し。 1915年8月7日に、艦長ニール・イー・ニコルズ中尉の指揮下収益する。東海岸での大焼け身の後、ウィンスローは大西洋艦隊水雷小艦隊第6分艦隊に配属された。1915年の冬から1916年にかけてキューバ海域で艦隊演習に参加し、春に東海岸での作戦活動を始めた。 1916年10月、ロードアイランド州、ニューポートの沿岸で任務に従事する。10月8日の5時30分に、ロングアイランドの東端で、東大船ランタケットの近くに停止する、ドイツ潜水艦の存在が無線で伝えられた。12時30分頃に、イギリスの帰線ウエストポイントからの SOS を受け取り、アルバート・グリーブス少将はニューポートに停泊する。 ウィンスロート田の駆逐艦に対して生存者の救助に当たるよう命じた。アメリカの駆逐艦は17時頃現場に到着したが、ハンスローズ大尉の指揮する U-53 は、ホーランドアメリカラインの貨物船、ブロマーシダウシを攻撃しようとしていた。直後 U-53 は、イギリス客船ステファノを攻撃した。U-53 はその日の早くに、 他の3隻を沈めており、ローズはその3隻に行ったと同様にこの2隻の乗員に対して船から退去するに十分な時間を与えた。U-53 が沈めた5隻の生存者の合計226名は駆逐艦隊によって救助された。月末にウィンスローはニューヨーク海軍交渉に入居し、年末まで同地に泊まった。1917年1月、 キューバに向けて出港士艦隊に合流、恒例の冬季演習に参加した。演習を終えると、ウィンスローは、チェサピークに向かった。アメリカ合衆国が1917年4月6日に、第一次世界大戦に参戦したが、当時ウィンスローは、バージニア州ヨークタウンに近いヨーク側に、停泊していた。ドイツが無制限潜水艦作戦を開始し、 アメリカとの関係が悪化し始めた2月から川口でアメリカ船の護衛を行っていた。議会が参戦を承認した直後にウィンスローはニューヨーク海軍交渉に入居し、海外任務の準備に入った。1ヶ月足らずの後にマサチューセッツ州ボストンに移動、そこから5月7日に領間5席と共にヨーロッパに向けて出航した。10日間の航海の後、 ウィンスローはアイルランドのクイーンズタウンに到着する。21日にはイギリス諸島へのアプローチでの紹介任務を開始した。ウィンスローはドイツの無制限潜水艦作戦から連合軍の補給線を守るため、ほぼ1年間クイーンズタウンを拠点として活動した。クイーンズタウンから出港する船団を護衛し、U ボートによって攻撃された船舶の援助を行った。 6月11日の深夜にウィンスローは初めて U ボートを観測し攻撃を行った。先行した目標に対して爆雷を投下した。攻撃は失敗し潜水艦の残骸を発見することはできず紹介任務を再開した。7月30日 U-95 より来撃を受けたホワイトホールの船長及び12名の乗組員を救助し、 クイーンズタウンに無事送り届けた。8月16日にはクイーンズタウン沖で別の U ボートを観測したが悪天候のため先行する潜水艦の航跡を確認できず攻撃することはできなかった。6週間後の9月24日にウィンスローは攻撃を受けたアメリカ船籍のスクーナーヘンリー・リッパートの救援に向かった。現場に到着するとヘンリー・リッパートは炎上し、 ボートはちょうど先行したた。後であったウィンスローは潜水艦の鉱石に見えたものの上に爆雷を投下し、その後スクーナーの乗組員の救助に当たった。クイーンズタウンでの任期の残りで、ウィンスローはもう2隻の潜水艦に遭遇した。1回は1917年10月11日で、もう1回は1918年1月3日であった。いずれの場合もウィンスローは、 損傷を受けた潜水艦からのものと考えられる油の跡に対して爆雷攻撃を行ったが潜水艦を撃沈した証拠を視認できなかった。しかしながら1月3日の攻撃の場合は一発の爆雷が巨大な濁った液体の跡を生じさせた。この技術からウィンスローの爆雷が U-61 の燃料を漏出させたと考えられた。ウィンスローにとっては 不運なことに、この前提のより明確な証拠が不足しているため、その戦果からは排除された。1918年4月初頭にウィンスローは、アメリカ海軍のフランス派遣部隊に、再び配属された。ブレストを拠点として活動し、終戦までフランスの港に入港する、アメリカ軍輸送船の護衛を行った。ウィンスローは少なくとも7回的に遭遇したが、いずれも、 戦果を確認することはできなかった。8月8日、ウィンスローは前日潜水艦によって沈められたウェストワード4の生存者を救助した。9月5日には輸送船マウントバーロンを来撃した潜水艦 U-82 を攻撃した。しかしながら投下した爆雷は、両艦のコナー、ニコルソン、ウェインライトが行った攻撃と同様に戦果を上げることはなかった。 ウィンスローの最後の戦闘はその2週間後護衛していた戦団を攻撃した U ボートに対して行われた。これもそれまでの戦闘と同様に戦果を上げることはなかった。ウィンスローは11月11日の休戦協定成立までブレストからのパトロールを継続した。停戦後はフランス海域での作戦活動に従事し12月13日には ウッドロー・ウィルソン大統領の上官するジョージ・ワシントンの護衛を行った。その15日後、ウィンスローはフランスを離れ帰国の途に着いた。1919年1月12日にニューヨークに帰還、大西洋艦隊と共に平時の任務に復帰した。5月には海軍の NC 水蒸気が大西洋横断を行う際の救助ステーション任務に従事する。 その後東海岸沿いに通常の任務を再開、冬はキューバでの艦隊演習に参加し、1919年12月10日にフィラデルフィアで限定収益状態に置かれる。ウィンスローは1920年7月に船隊番号 d d 5 3が与えられた。1921年6月から東海岸での任務を再開し、翌年3月まで従事した。 その後1922年6月5日にフィラデルフィア海軍造船所で退役した。1933年7月1日に心臓駆逐艦に官名を譲り名前が削除され、船体番号 DD-53 と呼ばれるようになった。最終的に除籍されたのは1936年1月7日であり、その後1937年6月にスクラップとして売却された。 ニューヨークタイムズ10月9日号によると、ウィンスロー以外の艦艇は、召喚隊の駆逐艦母艦、メルビルと15隻の駆逐艦、エールウィン、バルチ、ベンハム、カッシン、カニンガム、カミングズ、カッシング、ドレートン、エリクソン、ファニング、ジャービス、マッコール、オブライエン、ポールディング、ポーターであった。また、マクドゥガルの総打手による目撃談が10月22日に発行されている。 初期のレポートは、以下の通り、ニューポートアローズドバイユーボート、エスレード、ザ、ニューヨークタイムズ、p2、http コロンスラッシュスラッシュクエリードット n y t i m e s ドットコムスラッシュ mem スラッシュ a r c h i v f r e e スラッシュ pdf レスイコール 9e06e3da1730e733a0575ac0 A9669D946796D6CF2009 年5月初解閲覧。マクダガルの総打手による目撃談、ユナイテッドステーツセーラーディスクライブスレスキューオブユーマイナス 53S ビクティムズ。ザ・ニューヨークタイムズ。 px1http コロンスラッシュスラッシュクエリードット nytimes.com スラッシュ mem スラッシュ a r c h i v f r e e スラッシュ pdf ですイコール940で 6dc 1539ef 32a 25751c 2A9669D946796D6CF2009 年5月初開閲乱。U-53 は中米ドイツ大使のヨハン・ハインリッヒ・フォン・ベルンシュトルフに対して手紙を届けるために10月7日にニューポートに寄港しており、これは攻撃の前日であった。そして執行前にアルバート・グリーブス少将及び オースティン・エム・ナイト少将の表敬訪問を受けている。他の3隻は、イギリスの貨物船ウェストポイント・ストラスデン・ノルウェーのタンカー、クリスチャン・クヌー船。ありがとうございます。